ブルベ。ブルベ、フッツ、ブロベッツとは、タイムや順位にはこだわらず、制限時間内での感想を認定する、ロングライドのサイクリングイベント。管轄する組織やルールによって様々なものがあり、ブルベとはフランス語で、認定を意味する。イギリスやオーストラリアでは、オーダックスという呼称も用いられる。ACP、オーダックスクラブパリジャンが規定する、BRM。 ブロベッツでランドナーズ・マンディというブルベが最も有名であるが、他にもユニオンでオーダックス・フランセ、ワーフが規定するブロベツフ、ブフなど様々なブルベが存在する。参加者は事前に公表されている通常を 200km から 1400km のルートに従って走行し、指定された PC と呼ばれるチェックポイントを通過してゴールを目指す。 タイムは計測されるが、順位は公表されない。制限時間は、努力は要するものの無理のない、おおよそ平均時速 15km 程度で走れるように設定されている。途中で休憩したり、宿泊したり、観光したり、寄り道をするのも自由であるが、チェックポイントには通過時間が設定されており、それよりも遅くても早くても認定を受けることはできない。 チェックポイントの通過証明には、コンビニエンスストアのレシートや、地名が記された看板の写真などが使用される。規定の距離を制限時間内に走るなどの基準をクリアすると、コース完走の認定を受けることができ、認定を受けると、フランスより認定メダルを任意で購入することができる。メダルのデザインは、PVP に合わせて4年ごとに変更される。また、体力の問題や、 マシントラブルなど何らかの理由で危険する場合は DNF を宣言できるがその場合も主催者による回収はないので自力で何らかの手段を取って帰宅する必要がある。走行中の事故や受傷についても自己責任となり主催者は基本的にボランティアでイベント開催に関わる責任は負わない。そのため参加費用も安価に設定されている。 スタートする時間は通常指定されており、通常その時間より30分以内にスタートできない場合は、非認定となる。スタートに先立ち車検も実施され、安全装備などの点検が実施されるが、通年設定されたパーマネントコースでは、スタート時間が任意のこともある。他の参加者とスピードを競う必要はない。しかしチェックポイントやゴールの制限時間は、 決まっているので、体力だけでなく、途中の休憩や、仮眠の取り方、機材の使いこなし、トラブルへの対処など、知力と経験も重要な要素となる。夜間の走行や過酷な環境での走行、睡魔との戦いなど、非日常を楽しむことができ、そこに、ブルベの魅力があるとされる。2016年現在は、オダックスクラブパリジャンからの委任により、オダックスジャパン、 オーダックスジャパンが日本でのブルベを統括している。ACP や AJ の認定ブルベ以外にも類似のルールにより実施されているブルベもある。ACP 管轄の BRM における距離ごとの制限時間は次の通りである。伝統的な BRM の距離は 200km、300km、400km、600km である。200km 300km、300 400km、600km の4つの距離の BRM の認定を同一年に受けると ACP によりシューペルランドヌール SR フランス語。英語ではスーパーランドナーに認定される。パリブレストパリ工術に参加するためには開催年の1から6月までにシューペルランドヌールの認定を受けなければならない。4年間に 合計 5000km の認定を受けると ACP によってランドヌール5000、ランドナー5000に認定される。5000km の中にはフレッシュ PBP200 から 3004006001000km の BRM がコンプリートで含まれている必要がある。2013年1月の時点で世界で1961人が認定を受けている。 うち71人が、日本人である。ランドヌール5000の認定が設けられて50年を記念して ACP によって創設された認定で6年間で1万キロメートルの距離を認定された方を特別表彰するもの。1万キロメートルとして当てることができるサイクルイベントは細かく取り決めがある。ただしその期間内に下記の条件を満たす必要がある。 チームで走行するブルベ。フレッシュはフランス語、フレッシュで、やを意味し、英語圏では同じくやを意味する、アローズという。国によって最速が異なるが、日本では3台以上5台以下の自転車で出発し、24時間以内に 360km 以上を走行しなければならない。ゴールできた台数が3台未満だと、そのチームは失格となる。コースはチームによって自由に設定できるが、 各チェックポイント間は最短距離で結ばなければならず、また22時間目から24時間目までの2時間で 25km 以上走行しなければならない。出発地点、スタート時間もまちまちであるが、ゴール地点は同じ地域に設定される。ゴール後に乾燥できたメンバーが集まり、再会を祝ったのがそもそもの始まりであり、それに倣ってゴール後はパーティーが開催される。 スーパーロンダネ600、SR600 と呼ばれる常設、パーマネント山岳ブルベ。通年で設定されている全長を 600km のコースを好きな日時、時間に走行することができる。コースには難易度を含めて設定の基準があり、主催者が考えたルートが ACP によって認定される。獲得標高も1万 m 以上が要求される。 50時間という制限時間が設けられているランドヌール部門と制限時間がないツーリスト部門に分かれている。スタート地点、チェックポイント、ゴールは無人であり、多くの場合はモニュメントと自転車を一緒の写真に撮るなどの指定された方法で通過の確認が行われる。略称、PVP、ブルベの最高峰とされ、世界最古のサイクリングイベントでもある。 パリブレスト館を往復する4年に一度開催される 1200km のブルベ。2015年は参加枠7000人に対して5000人余りが参加した。また、このイベントの開催を記念して考案された同盟の歌詞も有名である。略称 BMB ボストンモントリオール館の 1200km の往復コースで北アメリカにおける PBP に相当するイベントと認識されることもある。PBP 開催年を除き、毎年実施されていたが2007年以降、開催されていない。略称、GRR、北米で開催されるいくつかの 1200km 級ブルベの一つ。カリフォルニア州デイビスから北上する往復コースで、設定されている。参加資格やルールは、PBP に準じる。 フランス全土の対角線に当たる9つのルートを制限時間内に走る長距離サイクリング。略称、レル、ロンドンとエジンバラの間を5日間で往復する 1400km のブルベ。4年に一度開催されるが参加資格は特になく誰でも参加できる。イギリスでの開催なので毎回寒冷や雨天など天候条件が過酷なことが多い。オダックスイングランド。 オークが1989年から開催している。第5回となる2005年大会には306人が参加し、246人が完走した。イタリアで開催される長距離ブルベ、ミラノ郊外のネルビアーノを出発し、イタリア半島を南下しながら時計回りに、リコマーノ 540km、ボルセーナ 871km、コステロヌーボ 1110km、 ボックスリーグで 1480km を経由して、ネルビアーノに戻る、全長 1600km 長のブルベ、1001は1001マイル、1611km のこと、2012年は330名が参加した。オーストラリアのパウスとアルバニー間を往復する 1200km のブルベ、4年ごとに開催されている。 スペインで4年に一度開催される 1200km ブルベ。マドリード・ギジョン・マドリードの言葉の通り、マドリード・ヒホントの間を往復する。エントリーには SR の取得が必要。カナダで開催される 1200km ブルベで、PVP に倣って1996年から4年に1回開催される。b c ランドナーズ・サイクリング・クラブが運営する。 84時間と90時間のカテゴリーがあり、2012年は125人の参加枠に対して112人が参加した。エントリーには満たすべき基準が定められている。カナダは高速道路に自転車走行可能なので、高速道路も走るブルベ。コース中2000メートル級の峠を2つ越えるが、コースが分かりやすく難易度は低いとされる。景色も良いことで有名。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。